はい、ということで今日はですね、デスマフィン、だからね、マフィンによる食中毒事件ですね。これでちょっとですね、びっくりした展開が起こったんですよ。本当ちょっとびっくりしたんですけれども、そして、まあ、それ終わったらですね、今日短いと思うんで、その後ですね、最後ついでにある銭湯、お風呂屋さんのイベントがですね、まさかの中止になったって話していきます。まあ、ちょっとこれね、話聞くとね、当然だなと思う人もいるかもしれないですけれども、まあ、最後にちょっとおまけで話していきます。で、まずですね、これね、ちょっとびっくりしたのが、まずね、読んできますね。こうあります。今月東京のイベント会場で販売されたマフィンを食べた客が食中毒の症状となった騒動で、 SNS 上が再びざわついている。すでに返金された客の申し出がレジと照合できなかったため詐欺を疑われたという声が拡散しているのだってことで、でこれね、何が起きてるかっていうと、どうもですね、マフィン屋さんに返金を求めて、すでにですね、返金をしてもらった人に対して今度はですね、マフィン屋さんからメッセージがね、その後に行ったみたいで、多分これね、 LINE のやり取りかなと思うんですけれども、こんな感じです。これマフィン屋さんから、申し訳ございません、こちらレジ照合はできませんでした、警察には相談済みですが、警察から先にご返金をお願いしてみてくださいと言われております。このままですと詐欺として立件しなくてはいけないので、至急ペイペイコードにて〇〇〇ご返金をお願いいたします、お手数をおかけしますが至急お願いしますって言ってるっていうね。これとかマフィン屋さんがお客さんに言ってるんですよね。だからどうもね、マフィン屋さん側が相手にね、返金しろって言ってる感じですよね。だからおそらくマフィン屋さん側が返金をしたんだけれども、その後ね、この相手がうちのマフィンを買ったかどうかって証拠がないって思っていきなり警察に相談しに行ったって感じじゃないかなと思うんですよね。で、お客さんからですね、返金がないと詐欺として立件するってメッセージをお客さんに送ってるってことなんですよね。これ本当なのかなっていうね、すごすぎるでしょこれ。あと他にもですね、こんな画像も出回っていて、これね、マフィン屋さんが、申し訳ございません、レジ照合ができなかったお客様には一律ご返金をいたしかねます、ご了承お願いいたします。で、お客さんがですね、ではなぜ一度返金したのでしょうか、何の確認もせず私は購入してない証拠あるのでしょうか、どこの警察ですか、担当者を伺いますか、返金したものを受け取ったものに礼も報告もなしですかって言っていて、まあ、そうしたらこれね、マフィン屋さんがご返金ありがとうございます、レジ照合ができなかったためこちらで失礼いたしますってことで、だからね、多分この人はきっとですね、この間に返金をしたってことなんですかね。まあ、なんか警察に言うとか言われたんで、なんだか怖くなって返金の返金をしたってことなんでしょうね、きっと。だとしたらおそらくね、返金したと思われる人はこういう風に言っていて、脅されて怖いから返金したけれども、てか前回返金された時点でもうブロックしようとしてたから、そしたら私撃たれてたん、はてなはてなはてなっていうね。だからね、 LINE とかでやり取りして返金されたらすぐね、 LINE をブロックしようと思ってたけれども、もしね、そのまますぐですね、このマフィン屋さんをブロックしていたら、このマフィン屋さんから自分はですね、訴えられてたんじゃないかっていう風に言ってるっていうね。いやー、なんか何とも言えないっていうかね、すごいですよね。で、どうもね、このマフィン屋さんは他の記事とかによるとこんな感じで、あ、これはですね、このニュースについてたコメントなんですけれども、こんなになりました。今回はそもそもレシート自体存在してないというのもどこかで読んだ記憶があります。いずれにしろ今後消費者はレシートや領収書が出ないところでは少なくとも現金では買わない方がいいという教訓になりますね、とかいろいろ言われてるっていうね。だからどうもね、レシートは発行しておらず、だからあれですよね、デザインフェスで事件が起こった、その事件が起こったイベントでのことですよね。レシートは発行しておらず、現金もしくはペイペイなんかで決済してたみたいで、だからね、買った側としてもその腐ってたマフィン現物を持ってるか、まだね、腐ってたものをずっと持ってる人もいないと思うんですけれども、その現物をずっと持ってるか、もしくはね、ペイペイなんかで決済してた人は、ペイペイのスクショなんかを出さないと、まあ、証明ができないってことなんですよね。だから、現金で買った人はね、買った証拠なんてないっていうね、マフィン捨てますよね、それは当たり前ですけどもね。だから、初期にですね、自己申告だけで返金してもらった人がいたってことなんですかね。で、後になって、証拠がないから、警察に相談しに行ったってことなんですかね、お店の人が。それで、今こんな感じでコメントがいっぱいあります。この店主の行動で一貫しているのが、自分は被害を受けたくないという考え、送りつけの被害が嫌なので着払いを拒否し、当日レシートを発行しておらず、現物は捨てろと最初に指示しておきながら、返金に際し買った証拠を出せという、仮に捨てろという指示がなくても、そんな腐ったものをいつまでも手元に置いておくなんて嫌だし、写真を撮っておく人もそこまでいないでしょう、言い訳も多いし誠実な対応ではないと思われても仕方がないですねって感じ。あ、これだからね、最初ね、マフィンはもうすぐに捨ててくださいって言ってたんですね。なのにマフィンかレシートがないといけないっていう、あ、まあ、でもレシートはね、発行してないわけですからね、マフィンかペイペイじゃないとね、受け付けないっていうね、返金は。そして次、 X でマフィン屋の店主が食べずに破棄してくださいって呼びかけてたから、現物が手元にない人もいると思う、レシートはないし現物も破棄してしまった人は泣き寝入りするしかないの、これだけのことをしでかしておきながら対応に誠実さを感じない、
やらかした側がなんで上から目線で偉そうなのはてな。ことの重大さは本当に分かってない。二度と商売しないでほしいって言われてるね。そして最後、このマフィン屋さんはイベント当日、そもそもレシート発行してなかったです。あ、やっぱだからそうなんですね。その上、問題になってからの対応は破棄してください。返金頼りレシートや現物を要求するのは違ってると思う。まあそうですよね。レシートも発行してないし、自分が現物破棄しろって言ったのに、それが必要だって言い始めるっていうね。まあ、といろいろ書いてますけれども、まあ、そんな感じっていうね。でもこれ、逆に、マフィン屋さん側にもですね、相手がね、詐欺で返金しろって言ってきてるって、そういった証拠はないわけじゃないですか。そう思うんですよね。だから警察もまずですね、返金してくれって言ってみたらって言ってるわけだと思うんですよ。というか、ってことはですね、これね、返金してくれって言う前に、警察に相談に行ってる可能性ありますよね。いや、だから、それってね、やっぱりこの人結構ね、だいぶやべえやつってことになりますよね。すごいなっていうね。まあ、だから、これがね、騒がれてる通りだったら、やっぱりこのマフィン屋さんは、思った以上に、いろいろとですね、能力がね、欠如してるけれども、なのに、めっちゃ行動力だけはある人、かもって感じですよね。まあ、だからね、ひろゆきは昔言ってましたよね。あんまりこういう人はですね、何もしないでもらった方が、世の中のためだとかって言ってましたよね。ほんとそんな感じですよね。でもね、前もちょっと言いましたけれども、事件が起きたデザインフェスタも、職員衛生責任者の資格を取得していて、さらにですね、生物賠償責任保険に加入してるって、そういった条件付きで出店を認めてたんですよね。だからそういったね、出店するにはハードルがあったんですよね。でも、持ち前の行動力で簡単に飛び越えてくるっていうね。まあね、お店やってるからね、やってたのかもしれないですけれども、まあすごいなって思うんですよね。でもだからね、こういう人が一番恐ろしいというか、ほんとね、こういうね、突っ込みどころ満載の人が、店舗をね、やるところまで行けるんだから、逆に相当ね、行動力がある人だと思うんですよね。なんかね、僕ね、前の動画でちょっとこの人もかわいそうだなってちょっと擁護したことあったんですけれども、もうちょっとね、怖くなってきました。警察まで行って訴えるって言ってって。もうね、なんか本人はあんまり動かない方がいいんじゃないのかと思うんですよ。相談して、周りの人がね、判断して動いた方がいいかなと思うんですよ。ただ、こういった人に限って、周りの言うことね、耳を傾けない人が多いっていうね、そんな感じがしますよね。ただまあね、本当に今回みたいな件で、返金作業してくる人もいるみたいで、だからね、こんなのがちょっと中日スポーツにね、書いてありました。読んできますね。思い出されるのが、返金を引き金に大きな騒動となった2002年のある事件だ。大手スーパー西友の一部の店が、外国産の輸入肉を国産と偽装表示し、店に返金を求める客が殺到。レシート不要で返金に応じたため、見慣れない客も殺到し、警察沙汰に、販売額の 3.5 倍に当たる4900万円を客に支払い、急遽返金を打ち切った。返金騒動に便乗し、金を脅し取ろうとしたとして、脅迫未遂の罪に問われた元暴力団組長に実刑判決も下された。まあ、そんなこともあったっていうね。まあね、でもね、なんかもうこんなだとね、キャッシュレス決済をした方がいい感じかもしれないですよね。でもちょっと個人的にはですね、いわゆるね、既得権益みたいな企業が、さらにね、キャッシュレス決済で中抜きして儲けるっていうのは、なんか尺なんですよね、僕はね。はい、ということで、マフィンについてはこれぐらいなんですけど、今日ちょっとね、動画短いと思うんで、もうちょっと紹介していいですか、別の件、これ。これもちょっとね、気になったのが、今ですね、結構ね、変なニュースが出ていて、あるイベントが炎上して中止になったって感じなんですよ。これがね、こんな感じ。東京高円寺にある老舗銭湯小杉湯が2023年11月28日、博多ラーメン風呂と称し、浴槽に豚骨スープを入れてかき混ぜる動画が、だからちょっと、早くもね、僕の読み間違いなのかなと思っちゃうんですけれども、浴槽に豚骨スープを入れてかき混ぜる動画を、X、括弧旧 Twitter に投稿した。これに対し、SNS では気持ち悪いなどと批判が相次いでるって感じなんですよ。で、こうした中、銭湯は翌29日の投稿で、衛生管理上の注意は十分行っておりますと説明しつつも、同日も予定していた博多ラーメン風呂は中止すると発表した。発端となった小杉湯の投稿では、スープ炊き始めましたと宣伝し、博多ラーメン風呂と称したイベントを28、29日と実施すると予告した。約20秒の動画では、一人が浴槽のお湯に豚骨スープを入れ、もう一人がかき混ぜる様子が映っている。こんな感じですね。こんな感じの動画があったと。で、別の投稿では、今回の風呂の詳細を紹介し、パイタン豚骨スープの素を投入するとし、臭みもきつくなく、お湯としても楽しんでいただける香りと説明。で、まあ、このイベントに対してですね、公衆浴場としてどうなんだろうはてな。とか、マジで豚骨入れてるのはてな。気持ち悪い。まあ、ね、他にもちょっとね、いい声もちょっとあって、めちゃくちゃ行きたい。小杉を攻めてる。とかあったんですよね。ただま、多分ね、悪い声のが大きかったんで、中止になったんでしょうね。で、僕自身はですね、なんだかちょっと気持ち悪い感じがするんだけれども、お風呂入って逆にですね、油まみれになって汚れる気がするとか、なんかちょっとね、でも僕はそう思ったんですけれども、でもね、僕ちょっと少数派なのかなとかいろいろ思ってたんですけれども、そうしたらこれがね、さらにね、こんな情報あったんですよ。このイベントすごっと思ったんですよ。これがですね、小杉湯の X でも、豚骨ラーメンの湯の詳細をご紹介として、1、パイタン豚骨スープの素、臭みもきつくなく、お湯としても楽しんでいただける香り。
アレルギー情報は添付の画像をご確認くださいとし、午後5時から2時間おきに計3回補充が行われるという。そしてこっからこの他トッピングとして2豚の骨かっこ男湯のみ19時、3紅生姜22時、4からし高菜24時の豆乳サービスもあり、食物アレルギー表示の画像も貼られてるって感じで僕はねこれ見てね、あもうちょっとダメだな、完全にダメだなって僕思っちゃったんですよ。おそらくね、油まみれの豚骨の上にさらにねからし高菜とかも入れるんでしょ。だからねアレルギー的には大丈夫かもしれませんけれども、安全なのかも、安全なのかな、なんか目に入ってもね痛くないのかなっていうね。でもね、目に入っても痛くなかったらね、それはからし高菜じゃない気がするし、なんかねもうよくわかんないんですよ。とにかくね、なんか食べ物どんどん入ってくるわけでしょ。それはちょっとね僕的にはね NG だなと思っちゃったんですよね。まあ僕の意見ですけどもね。まあとにかくねこのイベントがあって中止になったってことで、結構ねたくさんニュースになったんですよね、話題っていうかね。はい、ということなんですけれども、あと最後これちょっと短くですけれども、例のですね24時間テレビの募金を日本海テレビの偉い人が1000万円ぐらいね横領していた件なんですけれども、あれですね1000万円横領なんですけどもね、24時間テレビの募金から取ったっていうのは200数十万円なんですよね。でこれに対してですね若狭弁護士がこういった事件をですね調べてみると初動で分かった額の10倍ぐらいが使われたことがあるって言ってたんですよね。だからね10倍ぐらい取られたかもしれないぞって言ってるってね、それも記事になってましたね。まあそれだけなんですけれどもね。はい、ということで今日ちょっとね久しぶりにこういう緩いね動画作りましたけれども、今日はねこんなところでございます。バイバイ。あ、なんかね最近ねユタボンが真面目に勉強してるらしいんですよね。すごいなっていうね、休みの日もね勉強してるらしいですよ。すごい変わりぶりっていうかね、うん。